どうも、あたるちゃんですっつって、あのですね、人体丼っていうのがございましてですね、僕大好きビレッジヴァンガードで購入したんですけど、まあ結構お高いね、お皿なんです。これお皿なんです。ほんで、お皿にですね、こうどんな盛り付け、まあ丼なんですけど、ね、人体丼っていうぐらいですから、あの器なんですね。これに、さて、どんなものを盛り付けたら、それっぽくなるかなと思って、こうですね、こう、太刀をですね、これ、グロいなー、これ。これ、太刀って言ってですね、タラの白子なんですけど、ね、これ、タラの白子なんですけど、これをね、こう、こう、丼にしてみたんですけどね、こう、予想以上にグロい。これすごいな。これすごくないですか、これ。いや、本当に。いや、すごい。これ。うわ。もうゾンビ映画大好きな僕でもですね、ちょっとやってみたら意外とグロいなっていうのがあってですね。まあでもね、これいただきたいと思います。いや、あのね、うん、イメージ、もうね、こう、固定、こう、なんつうか、固定概念っていうんですか？既成概念にこう、囚われないこの食というのを目指してるんですけど、いやー、これすごいな。コミュ、チャンネル抜けないでください、本当に。チャンネル抜けないでね。いやー、すごいな。いやー、この中にね、この中見るとね、この奥にこの、肉片みたいなの見えるんですけど、これネギトロですね。ネギトロに、この、ただ、ネギトロに、この、タチって言うんですね。このタチを乗っけただけなんですけど、まあ、グロい。でも、生きるってこういうことだよね。そうだよ。生きるってのはそういうこと。ね、命をいただきます。で、いいですか、本当にっていうね。いただきますよ。別に悪いもんじゃないから、むしろ大好物ですね。いただきます。うまっ。うまっ。肉片に見立てたネギトロいただきますよ。わ、うまっ。うまっ。あー、うまっ、最高。めっちゃクリーミー。合うな。うまっ。見てる方々相当グロいでしょこれ。うまっ。本マグロも入ってます。本マグロ。
本当脳みそみたい、ね、うん、結構そこ深いね。結構なボリューム。ごちそうさまでした。非常に美味しかった。贅沢な一品でした。見た目は最悪ですけど味は抜群。まるで俺みたい。ということでまたブンブンハロー。